はい、どうも皆さんこんにちは、ワイテルズの中部です。シャー君です。金時です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今回は初めてのスマホゲーム実況ということですね、僕と中部とシャー君と金時の3人で、まあやっていきたいと思います。やりましょう、やっていきましょう。早速、はい、じゃあチュートリアルから。はい、なんだ、まあ、ゲーム名、そう、ゲーム名まだ言ってないじゃん。言わなかったけど、まあ言わなかったね、理由はなんですか。ゲームで、いや、特にないです。ない、じゃあ、まあ、はい、まあ、そう、ダウンロードして、ただまだアプリを起動しただけの画面で、うん、じゃあ、早速やっていきますよ。チュートリアルからやっていく感じだね。チュートリアルの前なんだけどね、まだチュートリアル、じゃあやっていきます。セーブデータ連携しますか。できたけど。こんな、これいいでしょ。ちょっと違うね、まだ早い。早いよね。遅いね。ちょっとね、カットね。アイコンの変更。あ、プレイヤー名の変更。プレイヤー名とアイコンを選択できる画面に来ました。おう。あ、いっぱい。はいはい。名前どうするの。名前はシャークンで。普通に。じゃあ、キッズでいいか。そこで、キッパの名前をつける理由がないです。どれにしようかな。なんかつけんの。いや。あ、アイコン。あ、緑っていう、うん、設定だから。ああ、そうだね、そうだね。緑でいきましょう。これでいきますね。あれ、まだ何か知らないけど、これでいきます。そういうことか。じゃあ俺は青か。青でしょ。このちょっとガチムチっぽい感じのこれでいこう。ああ、それガチムチ。わかんのかよ。じゃあ OK。はい。はい、OK。4番かい。ようこそコンパスへ。次へね。リアルタイム陣取りバトルと、うん、コンパスでは世界中のプレイヤーが3対3のチームバトルを楽しんでいます。リアルタイムで対人戦なのかな、これは。はい、対人戦だね。フォロワーを増やそう、ランクアップ、実況生放送、初心者の質問に答えるなど、 SNS の世界で名を上げてフォロワーを増やしましょう。いや、連携してるんだ、そういう。フォロワーってなんかツイッターみたいだな。へぇー。ゲームで、なんか珍しい仕組みだね。うん。次、もっとなんか始まりそうな雰囲気が出てる。じゃあ。ケンタキもそこまで行った？あ、行った行った、大丈夫。じゃあ、スタート行くよ。スタート。テンション高えな。ほんと何にも知らないから。あ、まあ、ね、なんとも言えないっていう。チュートリアル。このヒーロー、このヒーロー何、中村。これ、十字当たるくん。十字当たる、本当にそういう名前なんだ。十文字当たるくんだった。十文字。間違えた。十文字当たり、当たりだった。違ってくよ。十文字当たり。いろいろ間違えた。おっと、なんか出てきた。十文字当たり。それではヒーローを動かしてみましょう。あ、これ BGM がボカロだね。そうなんだよ。ボカロ曲が全ての白いソーセージやから主題歌としてついてて、まあキャラを使ってると流れることがある。お、走れた。ほんとだ、走れる。大変よくできました。 ありがとうございます。次は敵を攻撃する方法を学びましょう。はい、緑の輪っか、確かそこで出てくる敵がガチムチタンクだったよ。あ、なんか出てきた赤いやつ。強そう。 あ、緑色のアタックリングの中に赤い色で表示されている敵を入れてくださいよ。やった、ボ、ちょっと、あれ、これ自動で攻撃するんだ。へえ、強えな。あれ、弱えなって。ガチムチのくせに弱えな、うん、弱くしてくれてるんだよ。何もしてこなかった。こういうのなんだよ。移動して今緑が攻撃エリアなんだな。はいはいはい。多分攻撃の範囲内に入るとオレンジ色に輪っかの色が変わる。なった。ああ、ポータルキージャックの獲得。ポータルキーの獲得。勝利条件。そうポータルキーっていうのがこの陣地みたいなもんね。そうそれがステージに5本あって、ああはいはいはい、お互いの陣地今2本と、なんか中間ぐらいに1本あって、まあ大体その1本がなんか、お、陣中取ったみたい。これで、おお、かっこいいね。大変よくできました。ありがとうございます。
なるほどね。ポータルキーに近づいた状態で弓を離すと、ポータルキーを獲得できます。おや、おや。あ、人来た、人来た、人来た。おお、来た。やべ、ガシミチタンク。お、取って、ああ、よそ。お、やばい。やばい、取られた陣地。ああ、取られた。これ取り返すってやつだろ、絶対。ああ、多分そういうことだ。あれ、動けない。的にポタルキーを取られてしまったようです。ポタルキーをダッシュしてみましょう。ダッシュをダッシュする。ダッシュダッシュしてダッシュの、はい、あれ、あ、ダッシュ、ダッシュするんだね。長押しすることでダッシュを表します。あ、うん、多分それさっきより早いのかな、はい、ポタルキーに向かいましょう。え、ちょ、考えてるね。お、お、なんか陣地を奪ってるっぽい。二人は長押し。ああ、これでダッシュ。そうそう、なんか長押しして取り返せ。そうそう、取り返した。大変よくできました。ありがとうございます。あ、チュートリアル終わったのかな。実際のバトルに挑戦してみましょう。まだチュートリアルだよね。チュートリアルだね。だなるほどね。これを3対3でやってる。そう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 、そういうことだ。はい、そういうことで実際のバトルでは3人で、そう、これ3人対3人だから、この3人でこれからやっていこうという話です。だから3人集めた。そうそうそう、今 C に向かって、それ味方何もしない。そして十文字あたりを攻撃する。なんかめっちゃなんか脳みたいなことだこわこわ。いいんじゃないかも。あ、痛いよ。あ、遠距離も、遠距離そういうことか。あ、充電が強いぞ、相手。あ、敵を倒すとレベルが上がるらしい。あ、その、あ、ほんとだ。チームのレベルが上がってる。ヒーローの奪い取り。レベル2って書いてある。チームレベルはそのバトルの中で有効なので、次のバトルでまたレベル1からになります。4枚のカードに、4枚のカード。カードスキルっていうのがあるらしい。ああ、同じだ。カード上に引っ張ることでカードスキル発動することができる。カード上で動かない。これはどういう時に使うの？あの、前方に攻撃した。まあだからなんかスキルによっていろんな、例えば、まあ前方的にダメージを与えるスキルだったり、自分の攻撃力を一定時間アップさせるスキルだったりとか、はい、いろいろあるんだよ。スキルで、それをこう自分でカスタマイズする。ああ、変えられるんだね、自分で。そうそうそう、自分でそのカードデッキみたいなのを決めて、そのキャラに合わせてデッキを変えて戦うっていうのが、はいはいはい。主です。主。ヒーロースキル。ヒーロースキルがある。ヒーロースキルゲージが溜まることで使用できるようになります。どこに書いてあるんだ？ああ、ここね。特別にヒーロースキルゲージを最大にしてるので、ヒーロースキルを使用してみましょう。まあ、チュートリアルですよね。あ、なんか遊んでる。遊んでる、遊んでる。おぉ、なんか、いっぱい。ピコ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 。めぐるる中に。おぉ、出てきた。これが一番強いスキルなのかな、じゃあ。一定時間の間、周囲の相手、対戦相手に自動的にダメージを与える効果。ああ、無敵的な、ね。ああ、そういう、必殺技だから。はい、はい。いや、多分ね、それ、ダメージ食らうと、なくなっちゃうの。これ、見た見方、それは。で、聞いた。でもなんか、敵の、ま、だから集団戦してるところとかにそのまま走っていけばダメージは出す。おお、倒した倒した。ほんとだほんとだ。強いわ。はい。はい。とりあえず、ポータルキーのダッシュを。よしよし。で、最後の1個。あ、30秒前。あ、時間もあるんだね、これ。うん。あ、ラストラストラスト、これ選挙すれば勝ち。はい、終わり。いっちゃ、おい、リリカちゃん。あ、下がった。リリカだっけ、なんか鮭が。
そう、取ろうとしてるやつは。そうそうそう、狙ってほしいやつね。ああ、やべえ、やったってちょっと終わっちゃう。時間が時間がああ終わっちゃった。え、こいついてくれ。まあこんな感じのゲームですね。なるほど、なるほど。まあ大体つかめたかな。うん、仲間は結構やってんだよね。そうね、僕始めてまだ4日だけど、ね、あ、4日なのか。4日なの思ったより、思いのがやってた。まあまあ俺らよりはちょっと進んでる感じね。そう進んでるというか、まあ理解は深いかな。まだ全然もうなんか他の実況とかに比べたら浅はかだけど、まあ、みんなで高め合っていきましょうって感じですね。はい、はいはいはい。じゃあ今どこ行った、はい、チュートリアル終わったよ。あ、終わったのかよ。なんだ。お疲れ様でしたって言われちゃった。あら、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんか、はい、バトルリザルト結果画面が出てきた。スコアとかキル数とか出てくるんだね。そうそうそう。スコアってのは、な、あれかな、キー。スコアは、キーとか。キーを取ったり、あとキーを拡張したり。あ、拡張？今度は何だろう。そうそうそう。なんか早速もうガシャの画面ができちゃったんだけど。お前進むな、結構。ガンガン行くな、下のところで。ヒーローガチャ？初回限定。カードガチャ、まずは。初回限定ガチャ。初回限定ガチャ無料って書いてある。めっちゃやってくよ、早速。いやー、やるか、ちょっとやるよ。ウィンスワイプ。ほい。さて、何が出るかな。これいいの出るの。あ、レア、出る、レア、レア出た。出るとき出る。レア出た。うん、レアで。なんか、帰る、移動、漢字が書いてあるね。よくわかんないけど。なんか魔法少女が使うような、ホーキーが出てきたんだよ。あー、それ強化だな。強化。ドリームミーティアってやつ、ね。あー、そう、で、わかんない。シオナカード獲得できましたね。あー、ここでデッキを入れ替えると。で、カードのランクがノーマルとレアと S レア、ああ SR と UR がウルトラレアみたいな。そうそうそう。なんかヒーローガチャ引けるって言われたからもうやってやるよ。お前早いな。いや、このヒーローガチャでマジで命運が決まる。で、そのだけ。ただ別に、ただ他のゲームと違って別にここでそのどのキャラ引いたから外れとかはない。基本的に全部キャラ能力が一定にバランス調整されてるから、まあ自分はどれを使いたいかみたいな。そうそう、中村が何使ってるんだっけ。僕がね、ちょっとマルコスっていうキャラを使ってるんですけど。多分このオレンジのキャラでしょ。そう、マルコスっていうキャラのアビリティでリリカちゃんと一緒にやると能力が上がるっていうのがあって、まあシャー君か金時のどっちかにリリカちゃんを当ててもらいたいっていうのが俺の願いだ。早速じゃあもうやっていこう。まあ、俺遠距離やりたいから。ね。うん、じゃあ俺はタンクね。タンクをやるから、ね。タンクやってほしいね。何なんだっけ、もう忘れちゃった。ジャスティス。ジャスティス、この後ろにいるやつ。全然すごい。まあタンクじゃないけど、オーカさんっていう、オーカさん。緑色のね、キャラがいるんだけどね。その人はタンクじゃないんだけど、なかなかアタッカーとしては強いからね、当てたら意外と当たりかもしれない。おお、まあ、早速もうやっていくわ。うん、オッケー、見ますよ。ぽいぽい。うわ、画面をタップしてください。おお、すごい。おっ、これは誰だ誰だ、これはこれは誰だ。おっと、なんだこれは。おっと、読めません。誰だこいつは。読めません。読めないのは女の子でしょ。チェーンソー。そうそうそう、チェーンソーだよ俺。チェーンソー。のあ、同じじゃねえか。お前ら一緒かい。お前ら一緒かい。同じやけ。二人とも望みのものは出なかったけど、ヒーローメダルが。そいつらあれなんだよ、アタッカーとしてはね、最高峰の火力が出ると言われてる。ちょっと自分に合ったヒーローを選びましょう。ヒーローは今二人持ってるね。そうね、10文字当たると当たりとこいつそう、漢字読めないやつ。読み方を調べます。僕は調べた方がいいな。これじゃあね、とりあえず2人とも今キャラかぶったし、まあキャラじゃないから早速ね、かぶっちゃった。とりあえずリセマラしてこい。はい、はい、次回までにリセマラしてきます。次回までにリセマラしてこい。はい、ということでですね、今回は初めてのスマートフォン実況なんですけど、まあスマホのね
ちゃんと撮影できるかなみたいなのの試運転でもちょっとあったので、まあ、これからスマホ実況ちょいちょいやっていきたいと思います。はい、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、ワイテルズでした。以上、ワイテルズでした。2回言うの取られた。